はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。幼児小学生のピアノについて、弾き方、まあタッチかなみたいなことを考えると。それでは西荻フレンドリースクールピアノの先生やっております本野圭介さん、よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。こんにちは。特に幼児、はい、ピアノ始めたばっかりの時って、ね、ピアノの弾き方、まあ、指の形とかもそうだけど、結構乱暴になりがちというか、なりますね。確かに、まあ、あんまり何も教えない状態だとね。それしょうがないんですよね。最初は、うん、どうやってこのあたり気が使えるようになるかなというか、伝え方とかもあるけれども、まあ、そもそも、汚い音とかするからね、ピアノが何だろう、楽器として扱ってもらわないと困るんですよ。大事な楽器として、あの、でシピアンとかその おもちゃとはまず違うってことを、やっぱり幼児、そして小学生も低学年もそうだけども、まずそこが大事かな。あの、弾き方タッチを教える前に、これはやっぱりおもちゃではないと、一人一人が職人が作ってて、ちゃんと作ってるので、一台一台って、で弦もこう弾いてあって、まあ、そういう説明、でハンマーでやっぱ音叩いて弦を叩いて、そう、だからまずは大切に弾くこと、そうすることによって、まずまああんまり叩かなくなるんですよ、まあ、叩いた時はまず僕はそういうことにして言うっていうふうに決めてて、初回に体験授業とかだとでも触りたくてしょうがないからね、ついバンバンやっちゃったりするんですよね。そうそう、とか濡れた手で触ったりとか、食べた手でこう、何か食べた手でそのまんま弾こうとか、そうですね、そう、まずそもそもこのピアノっていうのは大事なおもちゃではない、一人一人が時間をかけて作っているものだっていうことをまず分かってもらう、そう、まずそこで一気に弾き方変わるんですよ、やっぱりタッチ変わってくるので。なるほどね。もうだから、あのお家にもしグランドピアノやね、ブライトピアノとかあったら、まあ、そういうことも言ってあげる、まあ、機械であれば、電子ピアノであればまずそれが機械だってことも大事かな、そうね、壊れるものだよと、扱いによってはね、まあ、そういうとこをまず、まあ、そのもの自体から教えてあげる、何なのかこれが、でそこがまず、まあ、終わったら第一段階、そう、第一段階ですね、でも一番大事なこと、でそれが分かってから、まあ弾き方タッチ、マスターはねレッスン受けてますが、そうです、今はねピアノやってる感じですね。どういうことを意識して、ピアノその指先とか気にしてます、はい、まあタイトル通りで弾き方タッチどう考えて弾いてます、お、こっちに来ましたね。そうですよ、僕はねあれなんですよ、実は左利きなんで、あの、特に、そっか、まあ、そうだな、自分がちっちゃい時にやったピアノがそうだけど、左の方が結構音って多いじゃないですか、ドソミソドソミソとか、そうすると、ね、大抵左の要は伴奏に当たる部分がうるさくなっちゃって、主旋律、主な旋律、メインのメロディーが聞こえづらくなっちゃう、だから音のバランスもちゃんと考えて弾いてあげることって大事かななんて思うんですけどね、どうでしょうか。あ、要は速いとこって力が入るからつい音大きくなりがちだけど、そこはある程度意識しないといけないかななんて思って、そうで、一番大事なのは、まあ、ピアノ弾くには、まあ、当たり前のことだけれども、指先、はい、が一番大事なんですよ。答え間違えたかな。はい、指先ね、はい、そういうことなんですよ。あ、そっちか、はい、あの弾き方なのでね、はい、タッチ、そうですね、はい、で、あの、そうね、で伸びちゃってるもん、ね、ピアノに限らず、例えば将棋、はい、皆さん指先でパチンってやりません、はい、それも指先ですよ、で、まあ、よく大谷翔平選手とか、はい、まあ、全然違うピアノ関係ないんですけど、爪をちゃんと研いでるんですよ。で、そこ一つで曲がりが変わってきちゃうんですよ、カーブとか。だからよくあのベンチのところで爪をこう綺麗に指先、爪先を、はいはい、でもそのほんのちょっとで微妙なニュアンスが変わってきちゃう。だからまあそれって実はピアノも一緒で、指先での音楽なんですよ、だからとにかく指をこう綺麗にしなさい、指の形を綺麗にしなさいって、まあまあいろんな先生もおっしゃるんですけども、それなんでかって言ったら指先です、いろんな音色が出せるし、で最初はまあドとかレとかミしかないんだけれども、もうその時点から指を綺麗にしとかないと、早いパッセージ、早い曲が弾けなくなってしまう、そうね、指が間に合わないというかね。そうで、よくあの、なんて言うんですかね、その手の中に卵をイメージしても、卵を持つイメージってよく多分皆さん聞いたことあると思うんですけど、
まあ、自然に膨らんで、うん、でその形のまんま鍵盤に置いて、うん、そうするとね指って綺麗に丸くなるんですよ、はい、第一関節第二関節をへこまさない、はい、っていうのが一番大事、ね、ちょっと松永さんやってみてください、はい、ポン、ほら小指がちょっと曲がってるんですよ、ね、小指弱いのよ、そう、はい、小指もね一番大変なんで、はい、第一関節第二関節もちゃんと綺麗に出てくるように、でそれを意識しすぎると今松永先生そうなんですけど中に卵が入らないんですよ、手の中に落ちちゃう、そう、はい、そればっかり気にすると膨らみがなくなって、はい、そこが平らになってる、うん、絶妙なんですね。でこれ例えば3歳4歳5歳6歳、うんうん、で1年生とか、まあ、そんな急には無理でしょうって思う方もいるかもしれないんですが、言ったらできるんですよ。でそれを小さいうちの、ね、あとしつこく言わなきゃダメなんですよ、うんうん、で意外に5歳6歳の子は早いです、うん、あのレッスンごとに言ったりちゃんとしてれば、言っていれば比較的早く、もう指がやっぱり成長もしてるし、うん、成長してる中で指がちゃんといい形で弾いてればその形のまま成長していくので、うん、そう、例えば 5年生6年生になっても自然と手を置いた時にはもうその指の形になってる、まあ、もちろん意識はしてなきゃいけないんですけど、ある程度は早ければ早いほどやっぱり固定されていく。そうですね、僕もすごいもうやっぱずっとその形で弾いてたので、うん、もうあんま反り返るってことないですかね。あ、なるほど、指が、あの、なんていうの、指こう反って腕につくっていう人いますけど、うん、はいはいはい、もう無理ですね。あ、もうそんなこと絶対やっちゃいけない。なるほどね。見て見て見てってたまに小学生の子来るんですけど、ね、やめてーって、ね、見ててよわーってゾッとしちゃうんですけど。そうね、指も楽器の一部ですからね、ある意味ね。そう、うん、だからまあその指先を集中することによって腕の力も抜けるし、うんうんうん、その指先で弾かないと腕に頼ってしまうんですよね、うん、腕に力入ってしまいます。僕ほらこの前でも言ったんですけど、まあ、これがいつの回でやるのか自分でも分かんないんだけど、あのスタートが遅かった分弾き方がなかなかね時間がかかったところもあって、小4から始めたのかな、うん、だからこの手の剣の部分っていうのは何ていうのか、あれ小 4? 小4か小5かな、小4か小5、小4か小5、ね、あの適当なんだよね、多分ね、小5だね、小5、うんうん、そう、小4で合唱だね、ほら今ちょっと簡単に置いた手が、今ちょっと置いた、まあまあ、や小指が今ちょっとね、今ね簡単に置いた時、今ピアノに置いてなんとなく置いた時パソコンに手を置いてるようなもんだよ、もうね、そこの、ね、意識がね、わ、はい、かりました、すいません、ね、気をつけますね、はい、常にね猫の手みたいにしてね、はい、はい、そうで、そう、なんだっけ、ほら分かんなくなっちゃった。そう、だから失礼しました。弾き方の指への意識が足りなかったもんだから、ええ、そういうこと、腱鞘炎じゃないけれども、このなんて言ったらいいんだろう、そう、この腕の筋のところがやたら練習すればすると痛たたたたって、あの、うん、これまあ自分でこう自慢でもないんですけど、はいはいはい、僕のついた先生がとにかく、うん、とにかく指にもううるさい先生だったんです。もう毎回必ず指のこと言われる、うん、2の指が汚い、もう4の指が汚い、うん、5の指が汚い、もう1の指親指とかもね汚いとかもう常に言われるんですよ、うん、まあそれを言ってくださったおかげで僕ね腱鞘炎ってなったことないんですよ。なんかピアニスト大抵1回はなってるイメージ僕ないんですよ、うん、まあ早い曲ももちろん弾いたし、僕ってあんまその大きくないんですけど、うんうん、ショパンのエチュードとオクターブのエチュードがあるんですけど、うんうん、最初から最後までほぼオクターブみたいな、うん、全部かな、それやっても僕腱鞘炎にならなかったし、うん、やっぱり指先をとにかく綺麗にすることによって、うんうん、ま、腕がだんだん力が抜けてくる、うん、やっぱそれもあって僕は生徒にひたすら指のことは言うようにしてて、指をきれいにしとけば絶対将来得だよ、うん、早い曲も弾けるようになるし、あと繊細なタッチが使えるようになる、うん、で指よく爪切ってくださいってね、うん、あのいろんなね、あのテレビ番組とかそういうあるドラマとかでもね、うん、指先ピアノのそういうドラマだったら爪を切りなさいとかなんか多分見たことあると思うんですけど、まさにそうなんですよ。カチカチ言う子に言いますもん、ね、そうで爪が当たっちゃうともうその時点で音色が作れない、うん、まあ大谷翔平選手じゃないけども、うん、そこでもう自分の好きな音色が出せなくなっちゃう。だからもう本当に早ければ早いほど
いいかな、その指を直すという意味では弾き方、はい、タッチを考える、はい、タッチを考えるというのはもう指先をまずきれいにしたことによってタッチは変わってくる。そうですね。そう、はい、ということでね、私のようにスタートが遅いと苦労しますからね、はい、早いうちからねいいスタート切れるといいかなって思いますよ。小学生は思いますよ。遅くないです。はい、小5でも遅くないです。じゃあちょっと意識が低かったかな、はい、中学やっぱね、中学生になってくるとこう、うん、やっぱり声変わりもしてきて、その体いろいろ変わってくる時期って一番難しい時期なので、うんうん、まだ小学生は、はい、大丈夫です。だから大丈夫でした。大丈夫でした。でした。でもダメでした。じゃあ今からでもね、ちょっとタッチをね、改善していこうかなと思って、ね。そう。もう意識です。意識ですね。僕もやっぱり短大時代、うんうん、まあピアノ科として最後の2年間の時ももうすごく、まあもう弾きまくってたんですけど、はいはい、でもやっぱり考えることって半分はタッチ。あ、そうですか。半分はもちろんその音楽性、音楽作りとか、まあテクニックの練習はするけど、うん、基本指先を気にしてる。意識して。常に気にして、タッチしていく、うん、タッチをして、早い曲でも遅い曲でもどれだけ指先で繊細な音が出せるかって、やっぱりそう考えると早ければ早いほどそれを知っておくといいのかな。なるほど、いいと思います。はい、ぜひぜひ、はい、参考にしてみてください。僕も参考にします。はい、はい、では、教室からのお知らせいきたいと思います。フレンドリースクール体験授業受け付けをしています。これもちろんピアノもです。はい、ね、はい、興味ある方はね、ぜひご連絡ください、はい、普段の YouTube の中では1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしてますという言い方するんですけれども、ピアノに関しては特に年齢制限ございません。はい、大人の方でもね、はい、学生さんでも皆さんご利用されてますからね、ぜひ興味ある方はぜひてください、お電話いただければと思います。連絡先です。電話番号0333900750番、メールアドレスはご覧の通りです。はい、フレンドリスクでは引き続きいろいろなテーマでお話をしてまいります。圭介先生の、ね、リクエストなどありましたらまたメールとかでご連絡いただければと思いますし、はい、この YouTube の動画にコメントいただいても大丈夫です。はい、はい、またチャンネル登録や高評価もお願いいたします。はい、はい、ではまたね、ピアノ関係のネタ、はい、思いついたらぜひ教えください。はい、では今日も最後までありがとうございました。ありがとうございました。